今日はトーマスワールドだよ。今日は4個目ナンバー4のこのセットを開封していくよ。どんな感じで中に入ってるのかな、開けていってみようね。よいしょ。まずはこんなセットが入っていたよ。よし、この袋からも出していこうね。よいしょ。よし。そしてまずは、あ、このシール。シールも袋に入ってるんだね。また袋から出していこう。よいしょ。よし。このシールは船尾の回転台とジャックっていう風に書いてあるよ。そして、これがシート。シートは、あ、こんな感じで渦巻きがあるね。ここに引き寄せられていってるのかな。お魚さんがいろいろと泳いでるよ。そして財宝がこんなところにあったよ。島の真ん中に財宝があるんだね。それじゃあこの部品を組み立てていってみようかな。こんな部品もあるね。まずはどこから行こうかな？これ。これがジャック。ジャックになるのかな？よいしょ。よし。ここと、ここを取り外して、よいしょ。そして車輪も取って、このあたりは何かな？別な部品かな？ジャックではなさそうだよね。よいしょ。あとはこんな部品もついていたよ。こっちの方が、あ、ジャックの顔だね。顔と、このショベル。これをつけていくのかな。よし、顔も取っていこうね。よいしょ。そして、これを、こうやって、重ねていくと、ジャックの本体ができてくる。そして、ここに、このショベルを、セッティングしてからだね。セッティングして、そして、はめていくよ。よいしょ。よし。で、このところに、この車輪をセット。よいしょ。よし。よし。こんな感じかな？そして、この顔を、ここにつけていくよ。よいしょ。これで本体完成。あとはこのシールだね。シールを貼っていこう。これ、あ、これは違うかな？これはジャックのシールじゃなさそうだね。よいしょ。ジャックはどれかな？これかな？こっちだね。まずはここに、こうやって貼って、よいしょ。そして、これは屋根かな？よいしょ。この形だよね。この形、あ、ここにあるな。ここに、こう、出っ張ってる部分を外して、こうやって貼っていくよ。それから、この辺が、上につくんじゃないかな。こんな感じ。あ、こっちかな？こうやって、ぐるっと、回して、貼っていくよ。よし。よいしょ。こんな感じ。そして、この後ろの部分に、このシールを貼って、これでジャック完成だよ。よし、今度は船尾の部分だね。船の一番後ろの部分だよ。よいしょ、こうやって部品を
外していって、そして組み立てていくんだけども、いろんな部品があるねこれね。よいしょ、これも部品かな、これも部品だね。よいしょ、取れるかな、あ、取れた取れた。そしてこのあたりもなんか大事な部品っぽいよね。これも外していくよ。よいしょ、よし、あとはこれを組み立てていこう。まずはこのシールを貼っていこうかな。よいしょ、シールをここに合わせて、よいしょ、こうやって貼っていくよ。そしてこっちの方も、よいしょ、こんな感じかな。よし、それからこれはこの後ろのところだね、ここに貼っていくよ。よし、こんな感じかな。そしてもう一つ、よいしょ、よし、この回転台のところに部品を取り付けていくよ。こんな感じかな。ここに合わせてこう組み合わせていくんだよね。よいしょ、そしてここにこうやって蓋をして、これで回転台が回転するようになったよ。で、これをここのところにこうやってつけて、よいしょ、そして組み立てていくんだよね。なかなかよく考えられてるよね。精巧に作られてる。よいしょ、こうやって、こうだね。よいしょ。そしてこの部品をさらにここに取り付けていくんだよね。よいしょ、よし。そしてぎゅーっと押し込んでいって、こんな感じかな。そしてここにこの部品をつけて、これで舵を切るんだよね。ここが運転席になるんだよ。これはこんな感じでくっつけて、そして登るために坂になるんだよね。で、中でこんな感じで回転させて、そして遊ぶことができるんだよ。最後にこのシールを貼り忘れてたから貼っていこうね。よいしょ、よし、これで本当に完成だよ。トーマスワールドの船尾の回転台とジャック、楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。